じにこんじにこんじにこんじにはこんじに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 ショートやっほーカボちゃんトモキやっほーショーチョコです。さっきのあれは星座待機という意味リプね、リプあれをね、リプね、うん、うん？何が？もう一回言って。見てなかった今。うん。うん。うんうん。安くなったの？知らんかった。今知ったんだけど。18の激早いやつ？そう。あの18日の激早い15時台にライブがあるんですよ。18日。3000円だったのに1000円になってるらしいよ。今ふみに教えてもらった。チケ代1000円はもうしかもその日ね出演メンバーが11人なんだっけ、そんぐらいだからね、めっちゃ少ない、あ、人がね。ってことないよ。ちょっと待って、ロクノールスニーカー泥まみれ、クマさんこんにちは、こんにちは、あ、早くしゃべってる、お久しぶり。確かにちょっと久しぶりかもしれないね。トモキ今日はいろいろとありがとう、コラボも成功だった。そうそうそう、カボちゃんがさ、リプでさ、うちらのライブ前にさ、さっきとしおりの、なんだっけ、歌見たいみたいな、デュエット見たいのってさっきと、そしおり、さきちゃんとさ、シンベだったから。笑ったすぎた、あれは。ちょっと眉毛がなかったので、眉毛描きますね。うん。あ、ちょっと。こうやって眉毛はね、いつも適当にね塗っています。すいませんね、配信中に眉毛をね塗るアイドルということで、なんかめっちゃ髪の毛今日ボサボサなの、なんでだろうね。しおさん今日いたでしょ、見たよ、ありがとう、頼んでくれて両方書くってことでいいんだよね。てりちゃんやお、今日ありがとう、さっきまでこのカフェ行ってたツイート見たよ。今日2軒分回し買い、いっぱいになる、ごめんね、してるツイート見たよ、いっぱい飲んでた火曜日からね。やめも、やっほー、楽しみにしてる、会えるの19、どうでしょうこのリップ、はい、黒さんこんにちは、こっちには赤ちゃん二人が連番してる、26女の子連れてってもらう、26ってなんだっけ、連れてって、連れてきてよ、アイドルじゃないなかろうねえ、コンカフェの人じゃなかろうね、早くよ星座待機、星座待機してました、ティヒダワンタこんばんは、ライトの位置変えたんですけど前より見やすいですか、どうですか、あんまり変わりませんか。サビちゃんおやすみ、寝るのか、今日送ってくれたのありがとうね、ちょいちょい時間、そうなんだよね、マジで早い、15時半だから、15時半じゃない、15時台だから、本当に来れる人限られてると思った、
そう、18日で15時台から連日でライブなんだけど、1000円だなってチケット安くなったらしいので、ぜひ遊びに来てね、来れる方はね。次行けるとして24のリリベ、24回の26、炭だよ。実際は点々布団に入っています、横当てますよって、めちゃくちゃ暖かくしておいてください。もう一つお布団買おうか迷うぐらいに寒いもんね。キさんこんばんは、こんばんじゃ。明日のトコポトロ、え、嬉しい。しかも5分間話してくれるでしょ。やったね。そう、明日トークポートなんですけど、ちょっと私とね、ふみはちょっと他のお仕事がある関係で11時からの参加になるので、11時から12時の1時間の参加となっていますので、ぜひ皆さんもしそれとお電話してくれる人がいたらお願いします。あとね、4枠5枠6枠ぐらい空いてました。トークポートこんばんは、一日お疲れ様。めそう、今日バーンって送った。なんかね、昨日も一昨日も2日か3日ぐらいトークポートじゃないわ、この時メールできてなかったから、バンバンバン。今日はね、特に午前中とかにいっぱいね、ここだけメールしてた。嬉しいお返事、撮ってくれてる人ありがとうございます。でも誰がね撮ってくれてるかね、あんまりね全部把握できてないんだけど、でも撮ってくれる人嬉しい、嬉しい。もう髪の毛ボサボサよ、ボサボサ。どこまで読んだか忘れちゃった。ハロウィンの特典、あ、なんかみんなにどんどん落書きサミとか届いてるの嬉しい。どこまで届いてるの、ハロウィンらへんかな。とワンワンの届いたっていうツイートも、今日に現場だってもうツイッターに書いてあるもん、てりんちゃん。効果キャベじゃんいいなら、あ、ぜひ連れてきて、新規場連れてきてくれたら嬉しいよ。待ってる、いたいたいた、やばいやばい、嬉しいよ。エナちゃん、やっほー。エナちゃんいました、物販の時にしおちゃんとのかさんと二人並んだ時に横で撮影待機列に並んでた。そう、今日ね、あの列を並べる係だったから、あの辺いた。今日ね、ピンポンだけど塩チップがだから可愛い。あ、そういうこと。最近の、最近すっごいお気に入りのリップはね、2つあってね、いや3つあってね、いや4つあってね。リップ大好きなの、なんかすっごい、もうほんと多分ね、今持って20本ぐらい持ってるんじゃないかと思うけど、その中でもその時にハマってるやつを持ち歩くの。その時の顔の様子とか見えてみます。今のマストはこれ。これを今持ち歩いてる。これがジルの透明、ほぼ透明なの、ほら、ほぼ透明。薄いなんか紫みたいなやつ。でこれがクリスマスコフレの。ピンク色、あ、かわいい、これも一番かわいい、これピンクで、これキャンメイクの700円ぐらい、750円ぐらいのやつ、めっちゃいいこれ。でこれがメイさんにもらってる、これツルツルになるね、エチュードハウスで。これファンの方にいただいたなんかリップ、色がないリップ。しょうちゃん、あー、くりぼちゃん、さっきさリプしてくれて嬉しかったから返した。これな、誰なんだろう、かまない。そう、なんか来れなくなっちゃったって言ってたけどさ、聞いたのだけどさ、その来てくれようとしてくれて嬉しかったんだよ、この前の先時。友達いっぱい来てたよ。だからさ、来てくれて嬉しい、この配信も。もう名前見るだけで嬉しい。レベルチケット制じゃないでしょ、住みはチケット、あ、そっか、いらんわ、チケット、リリースチケットいらんで。
俺がしおりちゃんの布団になっていろんなものから守るよ。本当よろしく。キモくないよ。キモって言われたんですよ。すぐるちゃんにキモいわ。じゃあキンクですよ。俺は酔っ払いトークポしたい。埋まりそう。えかでもさ撮ってくれたよね。あのトークポートの通知来てありがとう。何時間の撮ったんだい。あと多分ね5枠ぐらい空いちゃう。ダンプ街に承知の布団に入った。あったかい。そうね、あのね、冬になったら電気毛布をする。電気毛布本当にいいよ。今日登録後初メールでした。え今日朝4つぐらい送ったけど全部見た。それのトークポートはトークポートじゃない。これだけメールはなんか本当にどうでもいい内容のやつもあるし、本当にもう中身ゼロみたいなね、どうでもいいやつもあるし、なんか急に語る時もあるしみたいな感じ。でも大体ちょっとなんか今日はこんな感じで、なんかこんな感じで、わらわら。で、これがこうで、わらわら。感じよ。ちぇ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 。どっちがラガンデスの賞を当てれて楽しかった。そう可愛かった。めっちゃさ、参加してくれた。それさ、そう、今もだけどさ、ほら、めっちゃコンタクト出てる。なんかさ、ドライアイだからさ、寝る前とか、本当にね、超寝る前にピッて撮るの。でも配信終わった時に痛い方だけ撮ったりするんだけど、だからたまにさ、あ寝る前に写真撮っとこうと思って撮るけどさ、片方だけ裸眼だったりするからさ、その写真ってさツイッターには上げれないじゃん。だからあれ載せるよ。そういえば今週ってしたら強制、えでもそれは絶対あると思う。なんでかっていうと今回のね遠征の時もね、車だから思ったんだけど、感触がマジで減ったの。だから一回一回食べる量は減ったけど感触が減ったから。歯列矯正でさ、マウスピースしてると外すのが痛いから、外すのが嫌になっちゃって、食べるご飯を食べる回数減らしたくなるからね。お菓子が減るんよ。お菓子とかなんか合間のおにぎりのおやつとかが減るから。しおちゃんごめんね、今日はコラボ声掛けありがとう神様。なんかヘイチさんとかぼちゃさんの顔を見て思ったんだよね。あ、もしかしてこの人たちって両方好きって言ってくれる人だから、こんなのがあったら嬉しいかなと思って、ちょっとヘイチさんに聞いてみたら、なんか目をキラキラさせて、はぁって言うから、あーこれはと思って。でも、実川さんも、服部さんも、あーちょっと OK みたいな感じ。でもさ、その後のさ、みんなにお知らせした時さ、声、ちっちゃすぎて通らなくてさ、メンバーがみんながさ、のスチューの代わりにやってくれた。嬉しきち、こんばんは。よかったけど太鼓の方が眠かったのがそこだけ。太鼓の大悟くん。太鼓の方ね、結構ね、あの無理の時は全然日によるんだよね。うん、太鼓の方言い方めっちゃ面白いけど。タリさん、公開の子も連れて行きましょうよ。笑え、トモキ、切られたい？しおりに。皆さん、こんばんは。しおりじる、シチュアートのことをじる。そうよ、じるのことはじるっていう。けどね、他のね、わからんけど、ブランドね、好きなのは好きだけど、あんまりね、詳しくないからね、知らんもんは知らん。え、なんそれってね、言ってしまう。そうよ、じる大好きだから。とりあえず明日特報予約したら飲んでくれてるか、酔っ払い。分かった、カレンダースルーしちゃおう。ひろし、こんばんは。ヤッホーヤッホー、今日ツーマンだったよ。しおちゃん、ピンク系が多いのがいい。ピンク系。あー、リップ？なんか、ま、ピンクってわけじゃないんだけど、なんかすごいね、微妙な言い方になっちゃう。ピンクと、赤の間のリップが好きなの。なんか赤ってさ、結構大人っぽい人の顔が似合うじゃん。なんかメイさんとかよくやってる使ってるイメージ、赤リップ。うん、でもピンクだとラブリーになる、ラブリーラブリーになっちゃうから、ピンクと赤の間みたいな色が一番好き。でも曲とか日の気分によってめっちゃ赤にする日もあれば、めっちゃピンクにする日とかもあるから。うん、一番使うのは赤とピンクのなんか間みたいな色。でも超好き、大好きよ。さっきのね、これとこれめっちゃコートの色変わんないけど、このほら、これさっき赤とピンクの間みたいな色してるじゃん、このほら、赤なのかピンクなのかみたいな。
これもこれはちょっと赤みの方が強いけど真っ赤ではない。あ、色だけだと真っ赤みだけど赤とピンクの間。でもどっちも好きよ。それマジでリップオタクだからね。リップ大好き。今日はありがとう。あ、チャンスありがとう。今日サキちゃんとのコラボチェキ頼んでくれて嬉しかった。あのさ、うちらがさ、新名になった話、さきちゃんもしててさ、可愛かったよね。ラプンツェル、ヤッホー、こんばんは、ダイムラブ、お疲れ様。ありがとう、あんたもお疲れ様。愛してる、愛してるの言葉じゃ、足りないくらいに好き。今日は、山口県の近くに行ってきました。出雲大社？シネマ県？島根県？シネマグラフトもなっちゃった。シネマ島根、どっちが本当？島根県やばい。か秋葉原で電車が動かなんで遅延しちゃう。止まっちゃおう。 E8 あってこんばんはポーン。あ、ポーン何ちょーんと思ったらしおりだった。キンクいいことはずなのにちょっとピエになってて自分に受けた。確かにキモいって言われたオタクさんなんて少ないんじゃない。もうさ、この前のアビコさんの流れマジで面白かった。それで言ってみなって時、赤ちゃんみっちゅくん、赤ちゃん仕事く来たクラブお疲れ様、ありがとう。今ちょうどさきちゃん、マジさきちゃんも毎日配信長いよね。うん、くくこんばんは、やっほー、モリシャホー、あさって会えるの嬉しい。さっき結構嬉しかったよモリシちゃん。おはちぽよ、おはちぽよ、おはよう。ミルは来てくれるだけで嬉しいのだ、嬉しいのだ。会食やったらね、さ、熾烈整うと輪郭も、あ、そうな、へえ、顔ちっちゃくなるから。太鼓の方は大悟くんだよ。そう、大悟くんね、マジで太鼓最近ハマってるから。トモキくん、早飲もうね、だってよ。リップの香水マジで飲む、やばいでしょ、マジで。もうね、この3年ぐらいね、ずっとジルの香水、ずっとこれこれ。でこの冬になるとね、だから冬なんか夏とかは結構鼻の香り同じ人気なんだけど、なんか冬になると結構バニラの匂いとかそういう系もね人気になるから売り切れになっちゃうの、これすぐ。だからストックしなきゃいけないの。リップ赤は派手な顔、そう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 、あのね、いいんだけどね、むしろ似合わないから。顔がなんかさ、しおって大人っぽいわけでもないし子供っぽいわけでもないじゃん。多分顔つきすごいバブルなわけでもないし、すごいこうセクシーな感じもなんか、ね、多分間が似合うよね。今日のメイク薄くもなく濃くもなくみたいな、めっちゃコンタクトずれて1550、あとさ3日でさ1555だね。イエーイ。前回は2人の間に入ってごめんねと現場で大悟くん2人の間になんだっけ、入ったっけ、気にしないけどね。いつかあなたのそばで、これとか赤いのかな。今ねこれね使ってないけど自分のあの化粧道具に入れてるね、アナと雪の女王のね、いつかなんか使わないけど自分の化粧いっぱいリップあるよ。アホなんじゃないかってぐらいね。他にもある、やで。だから血迷ってすごい一時期に赤に、ね、激ハマりしてた時があって、逆にこれはピンクすぎるんだよ。これが赤かな、これが赤だ。すごいもう赤になるとあんまし一緒に似合わないんだよ。よっちこんばんは。餃子来ました。夜ご飯、夜ご飯餃子ってこと？めっちゃいいやん。じゃあ食べてもらって。夜ご飯しっかり食べてもらって。何飲むの？何これ？何これ？何飲むって？おやすみ寝るの？今リップちょっと取った。赤のしおりを見せてあげるみんな。大人になっちゃうからね。よっちこんばんは。もうしおり、りょうへ、もう
これ何色？赤か？これオレンジ？なんだろうね。これ何味？何味じゃなかった。この色可愛いじゃんね。こっちさ、急に昔の塗って急に痒く感じちゃうの。バカ飲むんでってよ。バカ飲んで。バカ飲むんでお願いします。これは何色？ピンク。祝して。私こんなメイクしてる。ドキさ、わあ、私ってすごい女だなって思う。これとかめっちゃ赤だよ、これ。これね、ベストオブ赤。これやばい、やばいよ、無事。これもヤンキーになっちゃう。これもう一回赤。前々回のリリースは本当にコロナに邪魔をされたみたいな感覚。これマジ赤リップだね。ジャンピンの時はちょっと色むムラすごいけど。すっごい赤いでしょ。強くなっちゃうんだよ。強くなっちゃうっていうか派手になっちゃう。他のパーツが少ないから色がちょっと取ろう。ちょっと取った。めっちゃ取った。今これが一番好きよ。ハマヤッホー、こんばんは。かわいい。交番剤一回ごじってやろう。一回ごじって言い直して。小鹿ウィンクー、アデラブジャパン2階。そうそうそう、さっきさ、たあのツイッターで知ったし、よりもあ2階出るんだって。ポープーか、かわいい。ほらピンク、ピンクちゃん、ピンクと赤の間どこ。これ壊れるピンク。でも冬はしおりはふわふわになりたいの。だから冬になるとしおりはもうねピンク色になっちゃうの。今週は季節で香り立ち変わるからね。体温で変わるの。体温で変わるの。じゃあさ、コロナのさ、ワクチンの副反応の時さ、めっちゃさ体温高かったから、その時使ったのかな。そうすると大人の女性の間の感じとてもわかる。妖精、あ、それ妖精ってこと。妖精いいね。妖精になっちゃおう。この上にこれちょっと薄いから、すっごい薄くね、これをねポンポンポンって先はまってて、こうやってさ、こんぐらい、こんぐらいでいいぞ。こんぐらいの音ちょっとほら、かわいい。で赤とピンクの間、チュルチュル、チュルチュルの口が好きなんだよ。ツルツルのメイクが好き。ツルツル？キラキラ？ハンバーグ弁当もありました。何の味？ハンバーグ弁当。夜ご飯？夜ご飯食べちゃう？かわいい。何味が、何味、何色が好きですか？すぐるちゃん見て。何味？お腹空いて、お腹空いてる、ずっと。一生空いてるから。赤！赤かわいかった。みちゅくん寿司ウーバーしてたってよ。モリシが届けてって。赤かわいいでしょ。メイク取れちゃってるけど、今日はちょっとね下にねピンク色のアイシャドウしてたの。取れちゃったね。コパンちゃんおはよう。ヨウちゃん今日ありがとう。私こそ会えてよかった。本当にさ、もしお姉ちゃん下がらなかったらとか思ってちょっと気にしてたんだ。たくやぎさんこんにちは。たくやぎさんだ。久々だ。女感じた。そうそう、赤ね、ね、うん、赤ちゃん、赤色ちゃん。しょっちゅう赤ちゃんの時とお姉さんの時あるからバグる。マジやった、一番いいじゃんそれ。女感じ。春駒ちゃんどっちが好き。このいつものピンク
ピンク、ピンク寄りの赤みたいな。赤ピンクか赤。赤ちゃん。てて、てて。わらわら、なんで笑っちゃう。ズドーンだ。ズドーン、やっほー。それ何色？ピンク？さっきのなんだろう。これ？会いたいけど会いに行けないの。どうしたの？会いに行けない。あ、名古屋からってこと？ってこと？バニラ系つけたことないの？ちょっとやってみてよ今度。これはこれは赤よりのピンク。さっきのはピンクよりの赤。これはピンク、赤よりのピンクです。ちょっと濃い。ほらね。もう一段階濃いやつです。マジ。ついに行く、そうよ。いつも息子系がウッド系、ハリウッドってこと？ボーン！ボーン！はい。ウーバーです。その姿見て、課金とコイン教育統計。書き終わったんで見て。つぐるちゃんがくれた指輪だよ、300円の。300円の指輪。美しいです、すぐるちゃん。てててて。チョチポよ、かわいいよって、こう酔ってるからね。てれちゃん酔ってるだろ。スパイシー系欲しい。外れなくなっちゃった。スパイシー系って何？スパ、辛い？辛い系？でもさ、たまーによ、たまーにさ、めっちゃがっつりメイクもしてみたよね。ビャーン、あ、濃いねみたいな。つけまとかまでいかないけど、みたいな。なんかさ、ここのさ、下引く子とかいるじゃん。かっこよくない？似合わないからしないけど。あれかっこいいよね、似合ったら。赤好き、マジ？赤にしようかな。赤かわいい、マジ？あ、茶系、オレンジ系。茶系、持ってない、茶色。いたたた、外れなくなっちゃったー。赤チン。ガチンだね。どうぞどうぞどうぞ。楽しかった、楽しかった、嬉しいね。楽しかったって嬉しい。一番嬉しい、ライブの後に言われる感想で一番嬉しい。楽しかった。いいこと言ってくれるやん。ちょっとジロジクアロだから。本当に？全然ロジロじゃないよ。ピンクだとおそらせ。あ、確かにね。いたた、取れた。赤くなっちゃった。ほら、赤くなっちゃった。あー、いたたたたたた。ピンクよりの赤ちゃんの方が、ピンクの赤ちゃんかわいい。とライブだとね、やっぱね、薄ってなるんだよね。とかでくれる。マサ、ヤッホー。全部楽しかった。今日楽しかった。非常に楽しかった。なんか、ツーマンとかたまにするけど、やっぱ仲いい人たちとのって、もうこう楽しいね。なんか心の底が楽しいと思う。内藤さんこんにちは。ちょっとあ、来たってなるな。今日のリポ面白かった。シオチュプはでも酔ってる。先より、簡単に言うと一位よりの香水。うわっ、エッチな香りってこと。今度匂わせて、匂わせて、エッチな香り。それは甘いの香りを漂わせてやろう。スパイシー系、ドアカ、ドアカのリップも見たい。いいよ、一回取って、一回取って、でも取っちゃう。ほら、ナソちゃんって呼ばれるくらい取っちゃう。めっちゃ良くなってやった。で使わ、いつも使わない方に入った。踏み出そう。今日めっちゃ楽しかった。ウマさん初めてで。そうよ、ウマさん楽しいグループだから。あんましないかもしれないけど、それで知らーん。のせてこれリップ、これ透明よ、これはね。ハムライさんこんにちは。うん、ハムライしてみた。うん、トニータ星くんが肩組んで合わせてくれた。楽しかった。星くん友達になった。さあ今日で小チップよかった。先に勝てて。それのウィーンだね。山の時に寄ってきて近づいてきたの。何これ、草。何これ、何これ、何これ。今から赤リップを塗ります。お風呂発表してや、おかえり。
て。下手くそだね。こうやって手で伸ばしたら上手よ。あ、濃すぎて、ちょっと濃すぎて見て、濃すぎて吸血鬼みたいになっちゃった。ちょっと噛みれすぎて、ちょっと下手かなって。言っちゃった、もう本当に言っちゃった。こうやって調整します。調整してね、調整してね。あ、できたさっきマジベタベタね、手真っ赤になっちゃったよ。途中で色変わったけど、紫の子。わっ、手玉も出した。ひさえちゃんできたかな。わかる、わかんないか。え、わかる、ひさえちゃんわかる。めちゃくちゃ怖かった。あ、キラーン。これちょっと濃ゆいメイクしてみよう。急に始まるメイク。私はね、いつもね、上まぶたはね、ラメしか塗らない。なんかね、正直アイシャドウ似合わないんだろうね、顔が。でもちょっとピンクを塗ってみて。見て、キラーン。可愛かったよね、スイちゃん。キラーンだよ、キラーンちゃん、キラーンちゃん、キラーンちゃん。なんでそんなに可愛いんですか。今日はメイクを告知してるからです。うわーうわー。下にでも塗って。見て、濃くなった。めっちゃコンタクト出て、アイラインが薄いから濃くしよう。これアイラインね。これアイラインと言います。今メイク顔を濃くしてみる配信ね。これはしおりの遊びよ。だこれね、濃くしちゃおー。さて、さてさてさて、教えてほしい。逆に言いたい。ちょっと顔ぶすかもね。帰る電車で星で星で今復活しました。待って、動画見た、果てない空見た。あ、ね、黒さんおつみありがとう。見たお疲れ様。こよいこよい、おつみありがとう。出てるおつみありがとう。おつみこよいんじゃないの。わお、あ、コンタクトすごい。若い子は白目、そうだよ。主人は若い子、若い子も22なんですけど、あと半年足らずで23歳なんですけど、最近よくさ、アイドルが歌ってる、ここに、あれ何でやってんの？アイラインもしかして。ちょっと、わかんないからアイブロウでやっちゃうね。こうやって、こうやって、わかる？こいつは影つけてんじゃん。あ、こうだ、こうだ。出て。おほじゃねえか、おほじゃねえ、ゴリラみたい、ゴリラ。欲しくなくていいじゃん。ハルはペコポコさん、こ、噛みすぎてこんにちは。あ、こうよこれ。ほら見て見て、みんなこれよくアイドルがやってるさ、こうね、影描くやつね。いて。死ぬ、可愛すぎて近くて。あ、匂い嗅いだとき、確かにめっちゃ近づいてつね。でも結構このぐらいの距離で、匂っちゃったかもね、こうやって。人のね、匂い嗅ぎたくなっちゃうからね、すぐ。これで、こうやって、影して、あ、見て！ちょっとずつさ、強くなってきたんじゃないの？私の大好きなラメ。こちらのラメは、2つあります。まかん、ちょっと、どう？濃くない？ちょっとね、濃いメイクしてるのよ。これはね、このね、アイシャドウは300円ぐらいのアイシャドウだ。なんで買って、アイシャドウはね、ちょっと、ね、どこで買ったらいいかわかんない。ということで、ちょっと赤くして。お、いいじゃん、見て見て。ちょっとずつ濃くなってきて。
例えばここいい感じになるんだろうね。少女漫画みたい。さっき口マジやばかったやろ。で少女まつげ、必殺まつげに、必殺まつげに用して、ほらキラーン。キラー必殺まつげに、それで下まつげがねチャームポイントよ。ほら下まつげがチャームポイント。どう、夏濃くなってきたんじゃないかしら。ただで、あとはラメ塗って終わり。これはジルスチュアートのラメ、ラメ塗って、すごくない、ラメ塗って、すごい。ででラメ塗って、あともう一つラメ塗って、めっちゃ色変わったくない？赤いい、嘘、赤思ってる。なんでそんなこと、こんなこと、え、なんでかって言うと、めちゃめっちゃドライアイだろ。ドライアイの髪だからめっちゃずれるの。すごいでしょ逆に。なんでそんなずれるんだって思うでしょ。それも持ってるよ。めっちゃドライアイだろ。だからすごい、いてててててってよく言ってるじゃん配信中。あれ。すごいでしょ。あと、この赤色も塗っちゃう。これめっちゃ発色いいからね、すぐつくよ。ほら。こうやって。オッケー、ごめん。やば、ギャルじゃん。しょちにお腹いっぱいです。お腹いっぱいになっちまった？いいことよ。メイク配信、エチクテス。どこが？こっち楽しくて、山口。うせたポロって取れないようにね、あんま、あのコンタクトポロって取れる。どう、あとあれや、チークをしたらいいよ。チークをしたら濃く見える。メイクバッチリ。めっちゃ、めっちゃ目でかくなったんだけど。うるさって言われた、確かに。あと半年で3歳。そうそうそう、あと半年で3歳になっちゃうから。あ、ゆうまくん楽しかったわよ。ね、ありがとう。話してくれて嬉しかった。マジで。ね、楽しかった。どう？下手くそなんだよ、私、チークするの。下手くそ。上からこれで。これはエチュードハウスのファンデーションで。こうやってさらーっとして。はいはいはい、やろう。なんて言ってる。OK です。どうですか、トゥルルルルルル、すごーい。めっちゃついてる。いける。目は大事そうなんだよね、ほんとに。すぐカラッカラになっちゃう。コンタクト貫通する目薬もあんまりいかなかったっけ。そうなの、そうなの。何言ってもね、意味ないみたいな。そうだから早く目がでも作ろうって話よね。私もそう思うよ。もう今もすぐ取れるように、ほらコンタクトケース出してるから。話だ。じゃあ今日はこの写真をこうだけメールに載せます。ツイッター載せるとイメチェンしたって思われちゃうかもしれないから。メイクしてる女って本当？後ろのドスピーみたいな薄すぎてびっくりするため。スピンショーチも好きだけど、メイクバッチどう？今日はメイクバッチリショーチ。ショーチとか言ってね。でもくん今度飲みたいって。やば。テレンちゃんに誘われちゃうおしまい。かわいい？すごい。これスクショタイムしおりのギャルメイク。ギャルメイク？出て。かわいい。しおちゃんが一番好き。しおちゃん？いつもしおちゃんって呼んでなかったっけ？
しまってどういうこと、もうそのね、のそのあれに入っちゃうってこと、そのチームよいチームに入ってしまうってことさ。僕のレスニーカーとの旅でどんな日だって僕のそばで、あとちょっとしたらおしまいしようと、あなたと正直にはこの赤リップはちょっとすっごい不思議な感じ。でよよよチーム誰、こうたゆくよ、こうたくよ、やばレベル高い、その目で見たら私はもう死んだ。チーンさっき嬉しかったよ、リップ。なんか、あの、落書きしゃべ嬉しかったみたいなやつね。嬉しかったおつ、あさって会える文字だ。すぐびっくりして25になっちゃったよ。おつー。で、今日さ、ギャルなんだけど、どう思う文字？すごい。すごいね。チーン死んだ死んだ、うれしかったもの。分かった、変えたの、ちょっと変えたの、この作るアプリを。勝利あなたは今月は来月だっけ、次あのギャルの技能値にもたどり着けてない。あ、ほんとのろかちゃんにやってもらおうかな。のろかちゃんに前言われたんだよね、メイクしたいって。メイさんも言ってくれたもん。やってもらおうかな、ちょっと。マジやってもらおうかな、ドスピン出て。あ、やってくださいって言って。やってほしいな。でも結構、いい感じじゃない？しっかりしてるよ。マジキが落ちてきた。来月まで頑張ろうね。パジャマでこんなギャルになって。俺をメイクしてもらったら誰、勝利にいいや。勝利してあげるよ。いつでも。うん。いつでもいいよ。はぁ。半分抱えてなかったけど。今日は配信を終わりますよ。ってことで。特典券2枚。チェキと一緒。まさかのチェキと一緒。そう、マジリリーブ楽しみにしよう、しててね、みんな。リリーブ始めるから、11月24日から始まりまーす。リリーブはね、こう、シャベとかね、チェキとか動画とかもあるんだけど、それ以外でもね、いろんな特典があって、面白い。なんかさ、前回とかもさ、食べ物系の特典が1回しかできなかったのかな。今回とかってもちょっとずつできると思うから。わわし、なんて読みますか。そう、24日川崎、タワーレコード川崎店にと思ってて。ラゲットの豊洲何日だろ。ラトルジャルトペーパン噛みすぎた。大阪でリリーブしてくれんかねって。今んとこはないな。ないけどね、遠征の時たまにでもリリーブするよ。名古屋とかでもある時あるよ。カフェデート、カフェデートしたい？しようよ。したことないよね、そういうの。希望級で必ず休んでみせる。休んでみせる！豊洲市だっけ？それな。ラプターさんにいつ会えるのかなって。二人は相思相愛だからね。しおりさんと、はよ、ラーメン来た。そうなんよね。まあ、隣の時とシュルトじゃなかったもん。ブー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 。結構今回からさ、結構前より自由聞くから可能性ある。ミッチーさん相手だって。付き合ってる二人。みこさんにこう、でもしてみるのはマジでありだよ。結構ね、して交渉、交渉じゃない。交渉してできることとかもある。電車動かなく、あ、え、マジでずっと帰れないの？しんどいね。
ギャル、トムさんこんにちは。久々に会えて、次いつ会えるて、次いつて、いつてですかいつてですか、どう呼び方やろ。隣だったからそう、なんだっけ、下北沢だったっけ。この前ライブした時に帰り道にそれを見て、はぁーって思った。下北沢じゃない、もしかして。多分だけど。二人きりじゃなくて全然 OK だから、しおりちゃんとファミレス行きたい。ファミレス？なんでファミレスなの？でもしおり二人きりの方が好きなんだけどな。遠距離でね、スミッチ行くとラプンツェル？付き合ってんじゃん。シュの力使ったアフコさんに交渉。え、力ないよ。シュの力はね、握力20何本ぐらいだよ。下北だよね。めっちゃ覚えてる。雨降ってたんだよ、確か。雨降ってた、雨降ってた、雨降ってた。雨降ってたよ。めっちゃ覚えてるよ。美味しかったね。ああ。13アイル11月11月の 13?12月か。遠距離かなって言われてるよ。女性、口を合わせといてよ。みやみやほー。正直ぽよ。正直ぽよ。女性20何分はある方だよ。え、そうだよ、そうだよ。ちょりね、握力強い方だよ。二人。で、どうやってる？通常より握力強いから。ワロチなんで笑っちゃうん？なんでワロチ、口で合わせてって話？って。じゃあこの後自撮りして小焼きメールにこの、ゲチ濃い顔で、ね、乗せたいと思います。このウサギのパジャマなんて着て。以上さ、以上で、ね。今んとこはね、今んとこは、あとはもう本当に遠征以外は全部おるよ。みんなでピザとか辛味チキンシェアありたい。二人きりはもう結構。ああ、それよね。それさ、なんか二人でさ行った時にさ、一個一個とか頼むのもいいけどさ、結構分け合える関係っていうよね。わかる。いっぱいいろんな種類食べたいから分け合いたい。実際夜ならいけるって。何時じゃろ、ワンチャンってよ。会える、やっと。って今日もお疲れ様、ありがとう。でも分からないけど最高視力60。え、握力がびっくりした。え、ゴリラじゃん。もうじゃだから星しか持ってる。やば、それはもう小さん60。やば、ゴリラ級じゃない？すごい。星ありがとう。指輪嬉しすぎて話止まらん。絵文字多すぎで、あれした、スクショ。カフェテラだってドキドキし、え、マジでね、なんかいつもさ、チェキの1分とかじゃん。マジでね、そういうデート特典の時はマジでめっちゃ一緒、ずっとマジでヤッホーみたいな感じだから。ゆっくり休んでね。ありがとう、クロさん、ありがとう。おしーちゃんって言ってくれて、福くん、おやすみ、おやすみ、ちくしょ、うん、た、ヨーちゃんお疲れ様でした。ありがとう。ヨーちゃんってさ、シャーベ取ったんだっけ、チェキ取ったんだっけ、全員のやつって、全員囲み、あれマジいい写真だったよね、うん、俺最高愛力レベル60、愛力握力的な。どう悩む？来て！今週の土曜日ね。あ、今週？来週？ 13？ 世界一可愛い子。え、それは、あゆかははるみさんですかね。てりちゃん、またね、今日本当に会えて嬉しかったよ。お疲れ様！やめおちゃんは19日に会おうね。19日は夜に神田明神です。ジョーパーハーさん、こんにちは。センキュー。少女ぽよよ、今日は星座待機まして待ってくれてありがとう。やめも、
避難しおりち、しおりちになる楽しみってこと？ゆっくり休んでください。もし活動の時間のよかった。ありがとうね。あんたたちもね。シャミ、え、欲しい欲しい欲しい。送ってくれるもしかして。しおり、どこでも漏らさないからさ、見せてよ。シャミちゃんライブ配信も、ありがとうね。ありがとう、マッサー。今日本当にあの、改めて山口のこと、言ってくれて嬉しかった。腹で笑われた。好きです、みっちより。ありがとう、しおりより。しおりっちより。じゃあ、世界2位で。何が？来月会おうね。元気に生きて。お母さんの私ですか？はーい。お前は、私はマザーですよ。りょうくん、ありがとう。助かる。なんか、少女ジョグジーとかさ、そっちの方が多いじゃんってなった。じゃあ、ということで今日配信終わりまーす。少しよかったら載せてくださいね、ツイッターに。明日特番ブチったらごめんねって。そうだ、明日特番あるので、お願いしまーす。ただ、